リツイートしてきやーす。はーい。はーい。リポストか。リポスト。これか。やべ、川口さんがつけない。シンガーソングライターの大輝でーす。リンでーす。川口でーす。イベント決まりましたー。急やな。ね、そういやでもイベントのことさ、意外と話してるようで話してないわけじゃないですか。うん、全然、うん、何もなんかイベントって何、うん、みたいな感じなんで、ね。そうそう、イベントって何ってそれがあるからちょっと話そうかなと思っていて、そうで。とりあえず日にちは11月10日ですと、金曜日、はいはいはい、でまあ19時会場で19時30分から始まりますと、うんうんうん、ちょっと遅めのね、あのお仕事がある人もいますから、うん、遅めの時間からということで、ね、はい、平日さんもね、はい、で何をやるかというと、まあ、僕たちいつもね思い込みのラジオとで、うんうん、思い込みをいろいろ話しますと、まあ、いわゆる偏見をね結構話してるわけですけども、ここのサテライトスタジオ、川崎 FM さんのサテライトスタジオから飛び出して、ちょっと外でラジオのイベントをやってみましょうという、うんね。なのでまあ別に放送がそこからされるわけでもなく、本当にその限りのライブのイベントをやってみましょうという、そんなことなので、まあ二人ともね音楽やってるし、うん、まあ、りんちゃん歌うかどうかちょっと知りませんが。どうなのかな、行きたいなぁ。なので、まあライブとね、まあ、いつも通りのラジオをちょっとみんなに見てもらいながらやろうという、そんなイベントでございますので、まあ、場所は下北沢ダウン東京なので、ぜひお越しいただければと思います。お願いします。お願いします。今日ねフリートークのテーマはイベントでいいよねって言ったけど、これで終わりです、うん、終わっちゃったね。広げよう。10分ぐらいあるのに1分で終わったね。1分で終わったね。でもイベントの名前がさ、うん、大収穫祭。大収穫祭、うん、大収穫祭。でも誰が決めた、どうやって決めたんだっけ。そう、あのラジオのこのイベントのタイトルが、うん、この番組はフライ聞いてちょ前長いけどフラパラっていう名前なんだけど、うん、イベントの名前はだ川崎 FM フラパラ大収穫祭、うん、これあ秋だかな、うん、いやもう忘れましたけど、多分ラジオ終わった後にその辺で、うん、あーって喋ってて、うん、イエーイみたいな感じで決めたから、そう流れ覚えてないですよね。でもそんなもんじゃないですか、まあね、そうね、そう、うん、そんなねなんかねあのってでは今から作戦会議をします。そんな感じではないと思うから。何今の渋い。聞いたことないよ。ちょっとごめん、半沢直樹をさっき飛びすぎて。そう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 。めっちゃいるやん。最近やってるの？半沢直樹。いやなんか半沢直樹と半沢直樹2があって。でもそう2あるんですよ。もう2その方知らなくてやってて。それを偶然見つけて、あ、見てないから見ようと思って見てたら、うん、その完全にハマっちゃって、あ、なるほどね。そう、でもあの毎日見るとすぐ終わっちゃうじゃないですか、うん、でその間にちょっとこち亀、うん、あのアニメのこち亀、りょうさんのこち亀見てたけど、これあの長いじゃないですか、こち亀って全巻、うんうん、これアニメ全部見たらどのくらいかかるのかやってみようって今自分でちょっとやってて、なんでやってんねんそうだから半沢直樹、こち亀、こち亀、半沢直樹、こち亀みたいなちょっと挟んでそう半沢直樹を見たい欲を両さんで抑えてちょっと今見てるんだけど、なんか抑えに使われるそう、こち亀面白いで面白いんだよ。だから僕あの電車の中とかで今ずっとこち亀見てるんですよ、うん、へー、面白いんや。ちゃんと見たことないなんか大人になってから見ると、うん、ちょっと面白い。やっぱアニメってそういうの多いんですね、うん、なんか昔僕はリアルタイムだった時は、うん、日曜日の19時、あ、日曜日ってほらマルコちゃん、うん、サザエさんって、うん、あの流れの後に、うん、今ジャンクスポーツとかだけど、うんうん、あられちゃんでワンピースだったんで昔、うん、そうなんだ。僕の世代はドクターさんのあられちゃんでワンピースだったんだけど、うん、であられちゃん、あ、違う、ドクター、あ、あられちゃんでこっち亀だったんだあられちゃんでこっち亀で一瞬ドクターワンピースになりそう、ドクターワンピースチョッパーだけで十分ない、ドクターで急にあられちゃんが終わったの、ある日急に終わるって終わって、来週から新番組ワンピースみたいな感じで、まあ、そこでワンピースが急に始まったんですよ、すげえちっちゃい頃で多分、でそこからワンピースこち亀だったんだけど、多分流れでこち亀って僕見てるだけで、ちっちゃい頃だったからさ、あんま
意味持って見てないから、その内容とか覚えてるんだけど、そうそう、だから大人になってから見るとちょっと面白いなっていう。何か全然わかんないです。なんか眉毛濃い人ですよね。あ、そうか、全然知らないのか。あんま知らないです。なんか青い服着た眉毛濃い人警察官だからね。警察官だから青い服着てる。あ、そういうことか、うん、青い服着てる。いや、それどうでもいい話だけど、さっきこの川崎 FM が来る間にあのなんかちょっとお店とかの人が、うん、あの川崎フロンターレの服着てたじゃないですか。あれ着て3人ともなんでなんか優勝したんですかね、今日なんかあんのかなっていや、なんか試合あんだわ。そうそうそう、だから1時間早いのに、1時間早いのにね。そうそうそう、何にも分かってない。それと一緒だよ。急にアホになりましたね。そう、オーダーフォードとかでね、なんで頼むねみたいな。なんか安くお惣菜とか売ってたから優勝したんかと思ったよね。J リーグ、プロ野球はすごい好きで知ってるんだけど、J リーグってシーズンっていつ終わるんですかね、あれ。どうなんやろ、わかんない。なんか年がら年、正直言って、うん、結構年、まあ、冬はやってないイメージだけど、似たようなもんじゃん、野球と同じぐらいですかね。なんかちょっとわかんないんだよ ね。だから冬になると僕あの正月にやってるあの高校のサッカーのイメージ、うんうん、あー、そう、なんて言うんだろう、あれ、冬は冬であるよね、なんか天皇杯とか、天皇杯とかありますよね。なるほどね、テレビでやってる。僕川口さんサッカー部のイメージでさ話してたけど、よく考えたら野球部ですもんね。どっちもやってたよ。あ、どっちもやってたんでしたっけ。野球もやってたし、サッカーもやってた。え、ほんまに。バスケットもやってたもん。やりすぎやろ。そうそうそう、球技はもう何でもやってますよ。いいですね、それ。僕も野球とバスケなんで、そう、バスケ8、野球2ぐらいな。公式部ってすごいですね。なんで、どういうこと。野球部は公式やってたんですよ、中学に入って野球本格的にやりたいって言って公式入ったんですけど。じゃあ学校とかじゃなくて。そう、学校とかじゃなくてしっかりチームに入ってやってたんだけども、なんか半年で潰れたんだよね、チームが。潰れちゃったんだ。そう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 、あの令和にはそぐわないような内容でチームが潰れて、うんうん、そう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 。すごいな。で1個に統合されちゃったの、その公式のチームが、うんうん、で公式のチームがその県の中、その市の中に2チームしかないのに、うん、そこが統合されたらさ仲悪いに決まってんじゃんみたいな。ああ、そっかそっか。しかも戦う相手いなくなっちゃうじゃん。そう、もういないんすよ。だから僕静岡市なんですけど、うん、浜松とか、うん、あっちまで遠征して戦わなきゃいけないみたいな。そう、平塚ジュニアみたいなのと戦ったりとかしてて、でももう先輩たちがもう怖すぎて、そのこのいざこざが、お前あっちのリトルやれんなみたいな、俺はこっちなんだけどねみたいな、ちょっと怖くて、そうそう、潰れたと同時にやめた。やめた。でだからそこの真ん中1年半年か半年だけ野球やって、あと全部バスケです。あ、そう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 。でもいざこざって嫌ですよね。なんか嫌な人がいたりとかしたらやめちゃう、うん、なんか普通に。やめちゃうよね、やめちゃう、うん、確かに確かに。めっちゃ強い意志持って、いや俺は海賊王になるみたいな感じで入ってるわけじゃないから、海賊王いないしないもんね。確かに、スポーツってそうじゃないですか。なんて言うんだろう、嫌な人いてちょっと当たり前だけど、うん、あまりにも嫌すぎたら本当に嫌だよねっていう、うん、頑張れへん、なんか仲間でやる感じがすごいいいのに、うん、なんかうわーすげえあいついじめてる時代な。今どうなんだろうな、僕の時代はまだ、うん、多分超ギリギリ水飲むなとか、うん、おにぎり1回目6国へとかっていう時代で、うん、なんかすごい僕は潔癖症だからマジ無理だったんだけど、あのでかいなんかあの水のタンクみたいな、うん、なんかなんていうの、こうひねったら水がピチャって出る、あそこになんか梅干しがたくさん投入されてる梅干し水っていうのがあって、でそれをこの下の蛇口で飲むんじゃなくて、こうすくって飲んでくださいみたいな、上から。それちょっと嫌やね。僕はそれで監督に猛抗議して、お前それでもね薬入れるって言われて、そこからちょっと拗ねた。やめるわ、うん、拗ねた、本当に。でも嫌かも、うん、それ。そうなんだ、ちょっと無理だったね。ちょっと一人だけ坊主じゃなかったし、おお、嫌だったんですよ。坊主、そうだから今慶応じゃないけど、この間の、うん、そう、坊主でした。でも川口さん、じゃあ俺やってる時坊主だったよ。今めっちゃボサボサになってる。風に吹かれて、風強いから今日めっちゃ来たらボサボサ。私やってないの、バレー。
バレエ、いや、やってないですね。だって東京来ちゃったし、あの実家に住んでる時は、向こうでやってたのか。そう、地元やったら呼んでもらったりとかするから、うん、近いから行けるんですけど、うん、なんかこの大阪市内の方に一人暮らしで引っ越したら、うん、呼んでもらうところが地元が地味に遠いから、いちいち1時間かかそこまで行ってバレーして、うん、だって帰ってきてシャワー浴びて仕事行かなあかんわけだから、めんどくさいんですよ、ね、めちゃくちゃ、うん、そう、めっちゃ怪我するし、私めっちゃこけるから。確かに大人になってからスポーツちょっと怖いな。怖いね。そう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 、ね、走んないし、え、そう、なんか仕事も仕事やし、あんまり膝、うん、そうね、あざだらけにもなれないもんね。そうだよね、まあ、今も何もやってないのはあざだらけですけど、めっちゃこけるからさ、ぶつけるし、結局ね、意味なかった。じゃあスポーツやった方がいいじゃね、大人がね、逆にやった方がいいじゃん。間違いない。ということで始めていきたいと思います。川崎 FM ドリームキングダム、おう、月刊聞いてちょんまげフライデーパラダイス。この番組は JR 武蔵小杉駅から歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階川崎 FM サテライトスタジオより生放送でお送りいたします。この番組は勝手な思い込みをテーマに、思い込みの激しい3人が言いたいことを言う音楽番組です。お便りは、XQTwitter が @ちょんまげ、メールアドレスがちょんまげフライデー @gmail.com までお願いします。あと YouTube にアーカイブもアップしてますので、詳しくはフラパラの X をご覧ください。手で隠されたよカンペを。あとちょっとで、あとちょっとで終わるところで。僕が見てなかったから急に噛めたかも。なんか吐息もちょっとセクシーに。めっちゃ面白い。だってあとご覧くださいだけやから。もうちょっとあったのに。そう、別に覚えてるかなと思って、うん、カンペ隠したら。急にでかい熊の指輪した女の人が。熊でね。これです。これです。それさ逆じゃないの？え、そう。だってこう見る人がこうやって来るクマですね。クマがあってね。うん、すごい、100万ぐらいしそうだね。100万ぐらいする、うん、こっちなん、そっちじゃない、え、嘘、そしたらもう私だけのクマよ。そう、こっち見てるからちょっと嫌だな。全然気にするわかんないよね。りんちゃんがね、クマのね、あの指輪をしてるわけですよ。うん、そのクマね、で顔の向きがどっちか、キラキラのね、そう、めっちゃでかい、あのガストで買ったガストで買ったやつ。ガストで買った指輪つけてるやつ、やばいでしょ。いい大人がそんなもんつけるなってね。逆にね、一周回ってね、26歳ですよ。一周回っておしゃれじゃない。26歳未婚クマのガストの指輪つける。350万ぐらいします。350万ぐらいついて、めっちゃ面白い。リン夫人、うん。怖え。ということで月刊ソング、イエーイ、今日は川口さんですかね。あ、そうだ、うん、この曲だ。それでは聴いてください。デュアル6で Talk to me。 カチカチぐさいなこれ。これ結構私得意なんですけどね。得意じゃなさそうだけども。これはでも2回つけれたことあるんですよね。すごい不機嫌そうな顔してたけど。うん、みたいな。あ、こうか。あ、違うな。あ、こうちゃん。あ、そう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 。え、合ってる？うん、合ってる合ってる。そうやん。いいやん。え、じゃあこうやってつけるだけじゃないですか。そうそう、そうやってつけるだけ、マジで。え、めっちゃいいやん。マジでそんなんですよ。おっそ。こうやってつけるだけやん。3人見てますね、生で。何？そう、今ちょうど3人ぐらい生で見てたなと思って、ラジオを始まった時から。ちょっと名前がね、やばい、俺ずっと映ってなかったかも。そうですね、なんか映したいんですけど、あ、まあ、感覚的に映らなくて。一瞬映ればいいよ。何しよう。今誰が、あ、ウェーブ返すの忘れてた。もうおらんわ。もうおらん人やけど、今ラジオの生放送してます。あ、サビ終わっちゃった。うん、この辺ですか。今ワンコーラスが終わりました。今日も笑顔が好き。この辺まで行きます。2000円アップね。ここマリオマリアン。笑顔が素敵で2000円また時給上がった。で、後半はこの辺から行きますか。あ、そう、髪伸びたのよ。佐伯さん映る？この辺で。あ、ほんと？あ、これいいっすね。あ、ほんと？大丈夫、みんな映ります。
笑っちゃった。風呂入るからまたね、勝手に入って風呂上がったら待ってるわね。どの辺で止めますか。どうしよう、もうすぐ2番のサビです。はい、サビで、このサビ終わりくらい、これが B メロで、多分伸びたよね、私。で、今から2番のサビ、サビクマです、クマです。あ、まあこの終わりぐらいでいいかな。このサビ終わりでお願いします。英語のタイトルの曲ってよくない、あんまりないな、自分の曲で。俺も自分じゃつけないな。ないですね。日本ラブ？日本ラブ？トークトゥーミーね。トークトゥーミーって喋る僕。はい、聞いていただきました。ジャラシックスで？トークトゥーミーでした。これは。これはね、あれなんだよね、デュアルシックスの曲なんですけど、はい、でもね、アクさんが作ったやつだからちょっと細かく説明できない。なんでない、知っとけよ。まあでもあれあれ、あのライブで結構毎回やる曲なんで、あのね、ぜひライブに来ていただいてね、生で聴いていただければなと思いますね。あのね、そう、なんだろう、てて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 てだから、てて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 てってやればゆっくりだけど、解釈によっては、なんつうの、ちゃんちゃかちゃかちゃかだから、たんたか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 で、多分こっちで撮るんだ、俺も。なるほど、16で撮ってる。そう。で撮るから、ってなると BPM が200なんですよ、この曲。はい、早いんです。そう、だから早いから。何語ですか？テンポが200と。星野源の声みたいなパターンですよね。そう。一見遅く見えて、テンポの取り方がめちゃくちゃ早いみたいな。タンタロタカタカ、タンタロタカタカだと半分になるから100だけど、タンタロタカタカだと。ああ、そういうこと。これ拍子の取り方だね。そう。それ400にすることもできんの？もうすごい、もうすごい煙出るけど、多分。思うんですけど、よく、ごめん、ちょっと長すぎてもなんかさ、なんでなんタタン、オー、タン、タタン、オーっていう B メロあるじゃないですか。あれなんか名前あるけど、あれをやってもらいたい時のきっかけのリズムって難しくないですか？ああ、難しい。A メロが多分、タン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 、タラララ、タラタタン、タタン、タラララ、わかんない、手伝ってたけど、タタン、タン、タン、そんな感じじゃない？ですよね。難しいっすよね、あのリズム。初見のお客さんに急にやってって難しいっすよね。あ、無理だね。多分無理だと思う。頭で言わないと。よくいますよね、アーティストで。なんか、サビになったら、乾杯って一緒に乾杯やってもらっていいですか？みたいな。初見は無理じゃん。初見難しいっすよね。やってもらいたいけど。そう。だからさ、なんか、1曲目とかになる時もあるのね、この曲が。ってなると、なんか、始まった瞬間、あれ早いなと思って、ちょっと体追いつかない時ある。確かに。200ってのも早いっすよね。そう。なんかさ、1曲目さ、ちょっと脱線してもいい？はいはいはい。全然。大体俺らは、1曲目、そんな早くなくても、ポップで明るい感じの曲で行くか、ちょっとマイナーのキーだったら少しテンポ早めのちょっと速さのあるやつで行くか2択なんだ、どっちかなの、大体いつも俺らは。1曲目どういうのを選ぶことが多い？僕はでもやっぱ盛り上がる曲が多いですかね、早めの。要するに僕なんかすごい速いロックとかがないから、ミドルが多いですかね。ミドルテンポのちょっと早めの曲で入って待機でーすって言って、もう一曲ちょっとミドルのやって落ち着いて MC でバラードって、大体いつもそのパターンが多いですかね。そっか。だから重要じゃない、重要ですね、だいぶ。だからこの間のワンマンやった時には、逆に一番盛り上がる曲を怖いんで先頭に持ってきて、自分の中でちょっとなんて言うんだろう、高ぶらせて、なんでお客さんとかで一番人気のある曲を逆に一発目にこの間持ってきましたとかはやってますけど。なるほどね。そうね、結構考えるよね。考えますね、確かに。でも確かに18さんのライブ行くと、確かに頭どういう曲かな、確かに。でも早いイメージはありますね。早いかポップか、ポップかですよね。だから 2,3 曲をなんか前回のライブこっちやったら次のライブこっちやろうとか、そういう感じになっちゃう。まあそうなりますよね。確かに頭から急にね、なんかたまにいますよね。なんかあの
全然話変わるけど、あの頭だけめっちゃ話変えるやん。歌とは別の、うん、なんかイントロデュースみたいな、イントロだけのオーバーチュアみたいな曲作ってる人いるじゃないですか、うんうん、僕あれ初めやってたんですよ、うんうんうん、でその人たちがそうってわけじゃないんですけど、うんうん、自分でこれちょっとダセーなって乗ってきて僕はそうなりました今の形に。毒が今日はブラック待機で行くんでということで今年の思い込み、はい、まあ、この番組は音楽番組ですけどね、一応あのまあ思い込みが激しい3人ということで、うん、今日はね僕が言いたいと思います。滝さんや、はい、それではお願いします。千鳥のノブ癖がすごいを使う素人面白くないというつーつーですね。この一般の人がなんかあった時に、うん、おそれ癖がすごいんじゃって言うと、うん、つまんねえなって思うんですよ。今は面白かったちょっとなんか面白くないのが再現されすぎてて面白かった、うん、そう言うじゃないですか、そのネクタイ緩めたちょっとマッチョなサラリーマンが居酒屋とか行くと具体的っすね。そう、隣の席とかなんか聞こえてきて、おいやっと来たか、おいおいおいとかっつってこうやって集まって、うん、あもうそれ絶対つまんないな、絶対言うことつまんないなって思ってると向こうの方からちょっと偏見すごい。そうそうそう、やっぱ芸人の僕一発ギャグはいいと思うんですよ、うん、キッズとか、うん、そんなの関係ねえとかは、まあ、まあみんななんか使うじゃないですか、うん、そのこの微妙なラインのネタをちょっと入れ込んでくる素人は、うん、そもそも面白くねえっていう。でもさ、一発ギャグ入れてくる人おる、そんなの関係ねえって言う人おる。確かにあんま合わないか。スギちゃんとかね、例えば、うん、なんとかだぜ、どうだろうって言ったら、あ、なんかそれはわかるよって、うん、なんか使いたくなるじゃんって、うんうん、癖がすごいって笑いかしに行ってるじゃないですか、うん、それで、なんとかだぜは、うん、一緒にやりたい欲望みたいな、スギちゃん、うんうんうん、スギちゃんなりたいことはないけどなりたい欲望が多少あるのはわかるけど、やっぱりそのさっきも言ってたけど、なんで日だとか、うん、はいはいはい、サンドウィッチマンちょっと何言ってるかわかんないですねみたいな、ああいうの入れてくると、でもごめん、つまんないのが悪いことじゃないと思うけどでもやっぱつまんないなって、なんか許されへんってことよね。許せない許せない、なんか、そうで結局、うん、そのこれなんて日だの後に来る言葉でそれが面白くなるわけじゃないですか。あそういう言葉って結局、うん、なんか前振りがあって、うん、本当の芸人だったら前振りがあってそれを言うことで面白くなるっていう一個のパターンで出来上がってるのに、うん、素人がやるとそれを言った後に次の言葉が面白くないとそれが面白くならないっていうパターンに変わるじゃないですか。わかる、多分もう最初の2割ぐらい喋った時点でもう川口さん聞いてないあとは頼んだ、そうややこしすぎて聞いてないそれがめちゃくちゃ難しい後処理が、みんなで日本人の便利な言葉第一のイエーイを言えば終わるんだけど俺イエーイ便利な言葉やった便利な便利じゃないですか、そうなんとかあってあイエーイってなんかあるそうやった気がしません、あれのって、なんか僕はそう思う、なんか例えばなんか超滑って、うん、今の滑ったよねっていうツッコミができる人がいたらいいけど、うん、そんな優秀人がいない、人がいない場合、とりあえずなんかちょっとおちゃらけた30代の男の子が、はいはい、おい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 みたいな、よく見かける、はいはいはい、それはでも、うん、いいポジションの人ですよね、いいそういう人がそうそうそういるから中和されてるっていう、中和されて、でもその人だいぶ善意だよね、それ、いやそう善意だ、作ってくれる、うん、優しい人、うんうん、じゃないとちょっと ね、確かにツッコミが上手い人って少ないから、うん、少ないよね、そうだからもうそのノブさんの、うちのノブさんのやつでいくと、その例えば忘年会とか僕ちょっと行ったことないからわかんないんだけどだからで、例えば今だったらじゃあみんなで大人ブルーやろうよみたいな学校リーダーズで、うんうん、そうだったらわかるけど、うんうん、それでじゃあ今年流行ったあの漫才やろうよって言って、うん、その漫才やりだしたらうわつまんないなってちょっと思うから、もしかしたらその漫才師とかコント師の、うん、その考えられたものを使うことに対しての僕の偏見があるのかなとちょっとそう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 思うけど、そう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 。大輝さん怖いね、うん。今日はブラックですからね。そうね。今日はブラックで。そうだね。はい、厳しめだね。厳しめ。
ちょっと怖いわ。毒強めだね。どちらかっていうとあれですよね。だからあのそういうことですとつまらないっていうか、うん、つまんねえなって言いたくなる。そう。どういうことどういうことどういうこと。わ、わかる、わかるでしょ。お願いします。つま、あのいつもだったら、うん、それはつまんないですよで終わりだけど、うん、今日はお前つまんねえなまで行きたい。あ、そう。めちゃくちゃ強めに言いたい。行きたい。行きたい。行きたい。やめさせたい。やめさせたい。やめさせたい。そういうこと言うなまで行きたい。そう、そういうことするなってやめさせたい。そう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 。今サイドンさんがいいねしたからちょっと笑っちゃった。ああ、そう。ね、そう。なるほどね。そうだから。いや、なんだろうね、なんかゆるギリギリ許せるのなんだろうね。でもゲッタ、例えばゲッタなんて言わないじゃないですか。うん、例えばゲッツ、でもそんくらいだったらいいんじゃない、なんかちょっと挟むぐらい、挟むぐらいだったらまあまあ、ね、面白いなっていいけど、うんうん、ちょっと浮かばない。だからやっぱり急に欧米化とか言ってくるやついたら、欧米化はあんまり言わんから、何やろうね、とかそういう系のことを言ってくるといたらちょっと、うん、怖い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 、生きやない生きやない。そうそう、佐伯さんの前では言うなってことだね。そう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 って言って自分が言ったらウケるけど、今度のイベントでさちょっと焦ってさ、なかなか言わなきゃなんて日だなんて日だ、使わんないあんまりそもそも結構勢いよく言わないと面白くないですね、なんて日だは。しかもなんか身振り付きですよね。そうね、なんて日だ、なんて日だっていう、このゾンゲさん天才ですね。ほんまにあの人めっちゃ面白いですよね。面白い、私めっちゃ好きやわ、あの人面白い、独特。許されるのは錦鯉さんのこんにちはだけは、うん、あ、まあいいかな、ナチュラルにね、うん、面白い。だってあのそれかどうか分かってない人とか多分いっぱいいますよね。あ、確かに、普通に元気やなっていう感じになるから元気な人、元気な人。どうして川口さん、あれなんかさ川崎 FM さんのさ、はい、ポストでさ、はい、頭なんかこんにちはってなってたの俺見た気がする。あ、僕も見た。そうだよね、そんな川崎ゆむさんの、うん、そう、ツイッター X か、そうそうそう、まあ、あって、その子たちもフォローしてるからよく見てるけど、うん、これは絶対にディスっちゃダメや、あーダメだ、言ったらね、そうエラボラちゃんに食べられちゃう。そう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 、ということで、お見込みのコーナーでした。はい、じゃあ忖度もあったところでエンディングです。はい、おあっという間ですね、うん、今日は、まあ、今日はね、この後ね、サッカーの試合が、川崎 FM、あ、川崎フロンターレ と、アビスパ福岡ですね、等々力であるみたいな、でということで、1時間早かったんですが、来月は11月17日の18時30分から、通常通りの、ね、通常時間だ。あります。で、その1週間前はね、10日金曜日は、僕たちのイベントになりますので、ちょっとイベント行ってみたいよって方はちょっと遊びに来てね。はい、ツイッターとか X 覗いていただければ、フラッパラ出てきますのでよろしくお願いします。うん、どうですか、なんか言い残したことは？あ、言い残したことありませんか？まあいいイベントじゃない。やっぱりイベントに来てほしい。うん、そうですね。生でね。本当にね。ね、なかなかね、そう、リンちゃんとかなかなか会う機会がね。そうなかなか、ほらこの歌はライブやってるけどさ、まあね、ないからね。そうだよ、う、本当になんか渋谷とか新宿歩いてる時になんか、うん、あぐらいしかないんでね、うん、実物大りんちゃんを見に来てから、そうそうそう、実寸大りんちゃんも実在してるぞっていうのもね、実在してるぞっているんだぞっていうね、いるんだぞ。はい、ということで、ね、今日も、ありがとうございました。では来月もまた聞いてちょんまげ、ありがとうございました。はい、入れ替えでーす。よいしょ。ここで一ボケお願いしますって感じ。